これ全然プログラミングとかしない人でも遊べんのかな。うん、あのね、あのデモモードっていうのがあって、おなんだ、画像認識とか色認識とかモードはもう用意されてるから、それでも存在、リモコンとしてカメラ付き。お、カメラすごい。そう、ほとんど遅延なかった。へえー、うん、あー面白いね。うん、ホームメイドガービッチの仕組みシステムレディオ。始まりました、ホームメイドガービッチの仕組みシステムレディオ第43回。はい、始まりましたね。43回がね、43回始まりましたね。夏休み突入、子供たちは、うん、しかも暑い今日ね。今絶賛夏休み中。暑い。いやー、温度も高いね。うん、30度。いやー、もう暑くて暑くて、クーラーないからね。ね。サーキュレーターで。そう。ねえ。はい、今週はですね、お父ちゃんの進捗。はい。なんと、AI ロボット犬をもらいました。あ、そうだよね。うん。AI ロボット犬の X5 ライト2というものをいただきまして、今週はそれをそれで遊んでました。かっこいいよね。そう、すっごい高級感、アルミ合金でボディができていて、ただアルミなのでまあ軽いので、だいたい 570g という、まあ、割と軽いロボットをいただきました。でもう完成されているので、あとは、遊んだり、特にプログラミングとかなしでも、なんだろう、デモモードでいろんなモードで遊んだり、スマホでコントロールできたりしますと。すごい。もちろんプログラミングもできて、なんかブロックで、スクラッチみたいな感じでブロックをつなげて、プログラミングしたりする専用のアプリがもう用意されてるので、それで遊んだり。へぇー。そうそうそう。じゃあそんなに詳しくない人でもできるような感じになってる。うん、あのもう気軽に、うん、足を何センチ前にとか、そういう、ね、ブロックがもうすでに用意されているので。へー。もちろん Python とかも、Python とかでコーディングとかももちろんできますよって感じで、まあいろんな遊び方ができるんじゃないでしょうか。へー。うん、そんな感じでいろいろちょっとね。あ、でも当たり前だけど日本語対応はされてないか。ああ、まあそうだね。あのブロック自体はね。あ、ブロック自体はまあまだ英語。どうなんだろうね。多分英語のままだと思うけど。そうだよね。まあそんなね、複雑じゃないからね。ああ。うん。ああ。すごいこのロボット。よくできてる。で、カメラとかスピーカーとかマイクとかもついてるんで。まあ AI、発話で動かしたりとかも。できると思うんだよね。お、まあ、AI 用のプログラミングコマンド用意されてますんで、ね、すごいね。はあ、まあすごいものもらったんで、ちょっとしばらく遊べるなって感じ。これ全然プログラミングとかしない人でも遊べんのかな。うん、さすがにあのね、デモモードっていうのもあって、おなんだ、画像認識とか色認識とかモードはもう用意されてるから、それで遊んだり、うん、あとね、スマホ、うん、つないでアプリあるから、スマホアプリでロボットと接続して、うん、コントロール。おー、あ、なるほどね。こうパフォーマンスモード、そうそうそう、動かしたり。あ、これはしかも日本語対応されてるんだ。そうそう、こっちは日本語対応されてる。おー、で、あの、なんだろう、リモコンとしてカメラ付き。お、カメラすごい。そう、ほとんど遅延なかった。あー、面白いね。うん、まあそんな感じで、今週はこれで遊んでました。はい、お母ちゃんよろしく。あ、はい、はい、お母ちゃんの方は今週はですね、曲を、本命曲を1曲ホームメイドガービッチサウンドトラックスの方で BGM を作りました。はい、230724、ちょっと夏っぽいイメージの、あー、なんかちょっとしっとりして爽やかな感じのピアノとストリングスの曲を作りました。
いいですね、夏っぽくて。夏っぽい感じで。いい、暑いし。夏っぽいサムネを、はい、あれして。はい、ちょっと涼しげな感じを心がけていきたいですね。はい、今週この1曲ってこと。はい、そうですね、今週は。ブログは。あ、ブログ。ブログ、そういえば昨日あの、メモ的な記事を、メモ記事を書きました。あ、ウェブ系のメモ記事ですね。うん、ちょっとや、そうですね。スクロール位置による動画の自動再生と停止。あ、そうですね。なんかスクロールをしたら自動的に動画が再生されるよみたいなやつですね。おー、いいじゃん。はい。ツイッターみたいな感じだね。あー、そっか、ツイッターもそうだもんね。そう。いいじゃない。そんな感じです。はい。じゃあ、これ7月最後かな。あー、そうだね。次は8月。なんか夏休みの行動報告なんかもできたらいいね。とにかく暑いから。とにかく暑いね。窓全開、サーキュレーター回してなんとかしのいでるけど。ほんと水分補給をね、心がけて。そうだね。うん、そんな感じで暑いですけど落ち着くといいけど。また来週どっかで。はい、また来週。